わかったから静かにしておくれ契約書を持ってくるよありがとうございますもう一つお願いがありますここでユバ婆婆の髪を切らせてくださいあ？なんか変なこと言ってるここで髪を切らせてください言ってるねだいぶトリッキーなこと言ってるねお願いしますここで髪切らせてくださいおだまりここで髪切らせてください本当にお黙り本当のやつでお黙りユバ湯婆の髪を切りたいんです何で切りごたえがありそうだからありそうだけど髪の毛の量が多いから切りごたえはありそうだけどなんで初対面の子供に髪を切らせないといけないの 気にするわ。おばあちゃんでも髪は命。女はいくつになってもおしゃれでいたいの。おしゃれに年齢は関係ないんだから。ビファーバにこんなこと言わすな。もうおばあちゃんはどんな髪型でも一緒です。髪切らせてください。しつこいわね。あんたは私が怖くないの。魔女だよ。おっきいおばあちゃんです。おっきいおばあちゃんじゃないわ。腹立つな。もう魔法で痛めつけたいとかじゃなく、グーで殴りたいわ。髪を切らせてください。しつこい。あのおっきい包丁と木のまな板で切りたいんです。中国の変な散髪。あれ怖くて信用ならんのよ。毛先を火でやさせてください。トリッキーな散髪ばっかり。